ラボールは、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。アルビ、トゥールーズ、カルカソンヌを結んだ三角形の中に位置するラボールは、ペイドコカニュ地方の丘陵、アグー川のほとりに位置している。人口およそ1万千人を持つ、ペイドコカニュ地方の首都であり、ラボール都市部の中心である。アグー川と水道橋ラボールは、トゥールーズの東北東、ガヤックの南、 カストルの西に位置している。コミューンは面積の西側がオートイコールガロンヌ県と接している。町はアグー川の左岸に立っており、またララグー川がコミューンを横断する。ラボールはガリア語で隠れた流れ、または渓谷を意味するボボローから生じている。この語源はオック語ではボーアとなり、この土地の地名学に対応する。1025年。 この小さな要塞の町がいくつかの文章で説明された。1035年にはボロの城として初めて記された。古いカストルムはこの古い城の北側に存在しなければならない。1065年、ラボールのソブテは、コンクのサントフォア修道院の修道士たちに授けられた。1098年、トゥールーズ司教、イザルンがトミエールのサンポンス修道院の修道士たちに、 提供した、小修道院の敷地内に、聖アラン教会が建設された。1182年2月、トゥールーズ博はベジエ及び、カルカソンヌシシャクロジェ・トランカベルの町、ラボールを攻略した。トゥールーズ博レーモン・ゴセイは、クレルボー大修道院長、アンリド・マルシアックに助けを求めた。彼らは、ロジェ・トランカベルの妻アデライドの持参金であった、ラボールを包囲した。 一度都市が奪われてしまえば、そこで暮らすカ語ハシントたちは逃げなくてはならず、レーモンゴセイは町を保護し続けた。1211年3月3日、1ヶ月以上に及んだ工場戦の後、アルビジョは十字軍の指揮官、シモンド・モンホールによって、町は占領された。町の城代であったギロード,ド・ドロラック夫人は捕らえられて、リン地され、大量の石と共に井戸に投げ込まれた。 異端とみなされた80人の騎士たちが公主刑に処され、400人の語り派シントたちが家計台で生きたまま焼かれた。1215年、ラボールで教会会議が開かれた。1220年にシモンド・モンフォールが死ぬと、町は未来のレーモン7世に引き継がれた。彼は町の守備隊基地を徹底的に破壊した。1220年代にはラボールに コンシュラ職が置かれた。1226年、フランス王ルイ8世は、ラングドック生伐のための遠征を行い、その際ラボールで休息を取った。ロートレックシャクシカール6世の支援を受けた、コルドリエ会の修道士たちは、ラボールの町の郊外に住み着いた。1229年、ルイ9世とレーモン7世との間で、猛条約が結ばれ、カストルムにあった。 防衛施設の破壊が行われた。1255年5月15日、新設された聖アラン教会の建設に関する検証が発行された。1271年、最後のトゥールーズ博、ジャンヌド・トゥールーズの死により、トゥールーズ博領の町は、フランス王領となった。1317年9月26日、ローマ教皇ヨハネス22世は、 ラボール司教座を創設するための教書を交付した。その後司教座は都市の重要な発展をもたらした。ラボール司教の長い歴史の経営図には有名な高位聖職者の名が幾人か見つけられる。百年戦争中の1369年から1370年に、かけ都市住民たちはジョン・シャンドス率いるイングランド軍を撤退させた。1439年。 国内行行中であったフランスを対し、未来のルイ11世がラボールを通過した。1462年か1468年、ルイ11世はラボールを白領に格上げした。1483年、シャルル8世の時代にラボール白領は王領に戻された。恐ろしい国史病の流行が都市に壊滅的な被害を与えた。15世紀最後の30年間、 大聖堂と対比をなす第二の主教宮殿が建設された。1450年代から1600年代まで、ラボールでは染料の原料となる細葉大性栽培が盛んだった。1540年、ラングドック三部会がラボールで開催され、ガロンナ川と地中海をつなぐ河川交通計画が議論された。1562年、コルドリエ会の開始たちがユグノーによって、 殺害、殉教した。1589年、ラングドックのカトリック同盟三部会は、異端者王と認めることは、決してないとラボールで宣誓した。1593年、ラボールにペニタン、ブルー兄弟会が住み着き、1600年にはペニタンブラン兄弟会が定着した。1612年、ラボールにカプチン会の修道院が設置された。 1729年、ラボール病院の建設が始まった。18世紀半ば、王立製紙工場が設置され、病院建物では、織物工場が稼働した。1773年から1791年に、かけ、アグー川に、エタデュ・ラングドック橋が架けられた。1930年3月2日から3日にかけ、アグー川の千年に一度の規模という洪水が発生し、 町が荒廃した。ツールド・フランス2011では、ラボールは第11ステージの到着都市となった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー 2006年以降 INSEE 未成年者を収容するトゥールーズ少年院が2007年にラボールに開設され開設式典には当時の司法大臣ラシダダティが出席したフランス国内でのこの種類の施設での最初の逃亡は2009年6月にラボールで起きた2013年5月11日に最新の逃亡事件が起きたありがとうございます